今日紹介する作家は石川啄木。明治42年に東京朝日新聞に掲載された作品です。石川啄木、弓町より。短歌で有名な石川啄木ですが、詩や小説、論説など様々な種類の著作を残しています。この論説には啄木の詩についての考えを凝縮した喰らうべき詩というサブタイトルが付けられています。以前私も詩を作っていたことがある。17、8の頃から2、3年の間である。自分でその頃の詩作上の態度を振り返ってみて、一つ言いたいことがある。それは、実感を詩に歌うまでには随分繁琐な手続きを要したということである。例えば、ちょっとした空き地に高さ1畳ぐらいの木が立っていて、それに日が当たっているのを見てある漢字を得たとすれば、空き地を荒野にし、木を大木にし、日を朝日か夕日にし、のみならず、それを見た自分自身を詩人にし、旅人にし、若き憂いある人にした上でなければ、その漢字が当時の詩の調子に合わず、また自分でも満足することができなかった。喰らうべき詩とは、電車の車内広告でよく見た喰らうべきビールという言葉から思いついて仮に名付けたまでである。言う心は、両足を地べたにくっつけていて歌う詩ということである。珍味ないしはごちそうではなく、我々の日常の食事の香のもののごとく、近く我々に必要な詩ということである。詩の存在の理由を肯定するただ一つの道である。飢えたる犬の時期を求むるごとくに、ただただ詩を求め探している詩人は極力排斥すべきである。意志薄弱なる空想家、自己および自己の生活を厳粛なる理性の判断から回避している行物、暇ある時におもちゃをもてあそぶような心を持って詩を書きかつ読む、いわゆる愛詩家、および自己の神経組織の不健全なことを心に誇る偽患者。ないしはそれらの模倣者など、すべて詩のために詩を書く種類の詩人は極力排斥すべきである。かわいい。あたりみたいね。聞いてます。遅いね、ああいうの。すいません。